皆様こんにちは、たくみでございます。皆さんこんにちは、たくみです。あ、皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、この僕のサンサンルーフのサンバですね、こちらの方、現状の方ですね、紹介していこうと思います。レッツゴー。この車の方はですね、僕の先輩の方から、あ、ちょっと先輩じゃないよ、この車はですね、僕の先輩から譲っていただいた車となってます。サンバーディアスのですね、サンサンルーフという車となってます。で、まあ、最大の特徴としてはですね、こちらサンルーフで屋根がですね、ガラスになっております。で、僕の元に来てからまだ 2,3 ヶ月かな、それぐらいしか経ってない車なんですけど、まあ、結構人乗せる時によく使う車となってます。いや、乗り心地が最高なんですよ。はい、で、各種紹介します。まずはですね、ナンバープレートはですね、おなじみの700番となってます。僕の愛車はほとんどが700番となってまして、まあ、700番は僕の、まあ、あれですね、手放さないの誓いということでつけております。手放さないです。あとですね、まあ、特徴的なのはですね、この車はまあ、なんかデザインがですね、この横目のライトとなってるんですけど、一応なんていうんですかね、マニアックな話ですね、この方のですね、サンバーは前期型、中期型、後期型と分かれていて、前期型は丸目ライトで、中期型、後期型がこのライトとなってるんですけど、で、この車が一応前期型なんですけど、なぜかライトはですね、横のライトとなってます。なんかディアスだけは最初から横だったんですかね、横目ライトですね、ちょっとよく分かんないですけど、一応前期型なのに横目となってます。ちょ、年式はですね、確かこれ1993年型となってまして、もう29年前、ほぼ30年前ですね、の駆動となってます。だいぶ年上です僕より、って感じですね。横行きましょう。横からですね、見るとですね、まず多分これサスペンションちょっと変えられてて、若干車高が上がってる感じがありますね。あとタイヤがですね、純正12インチなんですけど、これ13インチのタイヤが履かれてて、かつちょっとゴツゴツしたタイヤがついてるので、結構オフロードいけそうな感じでかっこよく仕上がってますね。で、ここのホイールキャップですね、この上のこの部分が確かミニかかないかのものがついてるみたいです。この屋根の、ガラスなんですけど、ちょっと後ろは壊れてて開かないんですけど、前面はですね、これパカッと開きます。一応これサンルーフですね、中から手動で開けれるようになってます。うわー、やべえ、ちょっと久しぶりに開けるから、これ、あ、くっついてる、よっしゃ、いた。はい、こんな感じでですね、屋根が開くようになってます。ピースピース、よいしょっと。あと一応ですね、この車純正のまだステッカー結構ボロボロなんですけど、純正のもともとついていたのが残ってて、一応 4WD、まあ、一応パートタイプ 4WD の車なので、このステッカーがついているのと、あとここにですね、サンバートライディアスってステッカーがまだついてます。これステッカーとか修復できるんかなって最近思ってて、なんか在庫とかあれば、また新品パーツとかあればこれ貼り替えたいなとか思ってるんですけどね。日本の古い車の純正パーツとか扱ってるサイトを見つけたので、ちょっとまだそこでこれ探してみます。こんな感じです。ケツ。まあ後ろ側はこんな感じですね。まあ特に変わった感じじゃないんですけど、一応エンジンがですね、このサンバーシリーズは後ろについてまして、この中にエンジンがあるので、ちょっとエンジン開けてみますね。エンジンね、エンジンルームご覧になりますでしょうか。こちらですね、エンジンのフードというかカバーがあるので、ちょっとこれ外してみようと思います。やべえ、噛むね。あ、パラに汚い、すみません。まあそうでもないな、そうでもないな。ここにレバーがあって、これをパチンでいくと一回パカッと開いて、あとこれをですね、上に引っ張るとこんな感じで開くようになってます。はい、これがエンジンですね。軽自動車の 660cc なんですけど、4気筒エンジンです。めちゃめちゃこれパワフルなエンジンで、なんかトルクとかすごいあって、運転しててなんか疲れなくていいですね。トルクがあるエンジンです、すごく。いやー、いいですよ、もう大好きです、クローバー4。イエー、はい、はい。よいしょ。ちゃんとまだショックも生きてますね、ここのトランクね。なんか古くなってくると、こう上に上げてもスーッて自動で勝手にこう閉まったりするんで、いいっすね、調子がいいっす。よいしょ。はい、車内見ていきます。車内こんな感じになってます。で、僕は後付けで古いんですけど、山陽のゴリラのナビをつけてます。あとですね、まあオーディオは USB でこう再生できるタイプのものがついてます。と、あとはスピードメーターですね、こんな感じです。走行距離の方がですね、72,836km となってます。多分僕の手元に来てからまだ 3,000km ぐらいしか走ってないですね。こんな感じですね。いかがだったでしょうか。僕のこれがサンバーディアスという車となってます。あ、はい、これが僕のサンバーディアスです。まだまだどこもなんかコロナの影響で遠出とかあんまりできてないので、
もうちょっと落ち着いたらですね、もう少し遠出して関東方面とか九州とかも行ってみたいなと思ってます。あと車中泊とかしてみたいですね。せっかくのサンサンルーフと広い荷台なので、またそっちの方も計画してやっていこうと思ってます。皆さんよろしければですね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。うん。